エディリシンゲムリアンセラゲイエムセナナヤケは、スリランカの軍人、射撃選手。チューブ州キャンデのウドドゥンバラ近くのヘキソンハンダナパワの中流階級の家デミ。1998年に結婚しており、二人の息子がいる。学生時代は、モラヤやサンガボリリドヤライヤへと通っていたが、射撃は行っておらず、短距離走りや高飛びを行っていたと。 勉強もスポーツもそれほど得意ではなかったが、軍に入りたいという意思は強く持っていた。軍の入隊時には、彼の家族は強く反対したものの、彼の強い意志に負け入隊を認めた。1990年3月23日より、軍のトレーニングセンターで訓練を受けた。1990年6月6日より、スリランカシンハーレン隊に所属し、7年間軍の戦前で戦った。 その後は、コロンボへと戻り、軍の射撃学校へと入団した。この時彼の才能を見出したダヤラ・ジャシンゲ大佐は1988年のソウルオリンピックに射撃競技の代表として出場している。国内選手権では1999年、2001年から2007年の8回の優勝を誇っており50メートルのフリーとエアピストルの国内記録も保持している。 2006年にはオーストラリアのメルボルンで開催された2006年コモンウェルスゲームズに出場した。2008年には北京オリンピックへの出場が決まり、スリランカとしては5人目のオリンピック射撃選手で初のピストル競技に出場する選手となった。北京オリンピックには軍からは2人の選手が出場しており、もう1人はやり投げのナディーカラクマリであった。競技では 男子10メートルエアライフルで47位、50メートルのエアライフルでは35位に終わった。ありがとうございます。